ちは。今日はワグツ頭の動きリバースターンの全身交代、これやっておきます。この前はナチュラルスピンターンからリバースターンの全身までやりましたんでね、一応ワグツの初級ルーテンに沿ってずっとやってますんで、で今日はもうリバースターンの、ね、全身交代、これをまとめて、説明させていただきますね。まずは交代から、右足交代ね。交代の時は頭はですね、左の肩から、後ろ通って真上へ行って、で右の方へこう回っていきます。1、2、3、これが交代の時、右足交代から、右足交代から1、2、3で、こっち、これが交代です。で今度全身、今3で右足体重になります。左から全身、リバースターンの全身、左足から今度は下を通ります。1、2、3、右から襟首通って左の下へ、1、2、3、こんだけです。前進の時はほんのちょっとですね。交代の時が、大きく天井を通る感じになります。はい、これちょっと覚えておいていただければと思います。こっち向きでいきますと、左足から前進からいきますと、1、2、3、交代、1、2、3、こんな感じになります。こっち向きに前進で、1、2、3、1、2、3、こんな感じになります。はい、だいたいイメトレをしといていただければ、ずーっと頭が回る感じ。ほとんどのこの左の肩のところのあたりをね、ぐーっと回ってる感じになります。はい、もう、毎回何回も言いますが、これを普段しっかりとやっといて、実際踊るときはこの、ほんのちょっとニュアンスがこうやってずっと流れてくるように、普段、イメトレをしておいてください。そしたらですね、リバース系入った時の頭の動きっていうのがスーッと出てきますんでね、そういうことでございまして、今日はリバース系をやってきましたんでね、しっかりやっていてください。特に交代です。リバース系の交代の時にはもうほとんど天井を見るような感じになりますからね。はい、やっておいてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。